タイプ相性のついた、しりとりバトル。さて、私は人の心が読める。あなたの感情、お見通しだ。さあ、戦闘が始まりました。何なんだこのゲーム。アンバランス、相手の攻撃が上がった。しりとりなので、こっちはしからです。スマホで行きましょう。スマホ、効果は抜群だ。本当、相手の攻撃が上がった。これ、割とちゃんとしたポケモンバトルっぽいぜ。では次の攻撃。その言葉暴言で認識されるんだな。うんこ、効果は抜群だ。子供の死、普通のダメージだ。よし、残りちょっと。ひまわり、効果は抜群だ。相手との勝負に勝った。君の勝ちだ。おいおい、ポケモンでこの BGM、絶対わざとでしょ。このゲームの開発者さん、ルカリオとバチンキー好きそうだぜ。特性を手に入れた、ボックスから選んで使えるぞ。地味に黒点じゃねえか。特性情熱、感情タイプの言葉を使うとダメージを与える代わりに攻撃力が上がる。ゲームを進めていきましょう。らっしゃい。一名様、貴様の注文、すべて受けてやろう。対戦が始まりました。相手は受けって言ってたから、回復技とか使ってきそうですね。初手から回復技かよ。こちらは特性により、感情タイプの言葉で攻撃上昇します。苦しい、攻撃が上がった。ポケモンでいう一段階上昇ですね。相手は回復を続けてるぜ。この相手、攻撃する意思がない。きっと TOD 狙いですね。こんなとこで TOD されても困るぜ。なので、ガンガン攻撃を積んでいきましょう。ウキウキ、攻撃が上がった。現在4倍。そろそろ確定一発圏内です。相手は食べ物属性になってるので、弱点は動物、植物、人体、時間、暴力、天気、虫、スポーツ、めちゃくちゃたくさんあるぜ。こんだけあれば抜群技簡単に思いつきますよ。腕、効果は抜群だ。相手との勝負に勝った。おあいそ。特性を手に入れた、ボックスから選んで使えるぞ。遅刻かね。まあいい。社会で最も重要なものを教えよう。保険だ。面接を始めよう。今度はどんな戦いになるのか、保険が重要って言ってたけど、どういうことなんだろうな。まずは相手の相性を確認。ここもいろんなタイプが弱点になってるぜ。動物でいけそうですね。しりとりの定番だな。リンゴの次といえば。ゴリラ、効果は抜群だ。なんで弱点保険持ってんだ。嘘だろ、こんなん初見殺しすぎる。最初の保険は、ここのヒントだったんだな。今度は特性トレーニングにしますか。スポーツタイプの言葉で攻撃力が上がるぜ。リベンジマッチです。相手は弱点を食らうと攻撃力が上がってしまうので、じわじわ削るか、一撃で倒す必要があります。今回は一撃で倒す方法を選んでるぜ。スポーツタイプの言葉は簡単に思いつきますね。ビジュアルがサッカーボールだけど、別にサッカーじゃなくても大丈夫だぜ。3倍まで上げました。こんだけ上げれば弱点ついて確定一発取れそうだぜ。でもここは控えめに、回復から、食べ物は回復になるぜ。相手のダメージは普通だと、ずっと4分の1程度、ここで反撃していきましょう。から始まる言葉で、動物、感情、時間、物語、暴力、暴言、天気、宗教。天気で行きましょう。そっちじゃねえよ。天気じゃなくて虫で判定されてるぜ。ならば物語。クエスト、効果は抜群だ。よし、勝ちました。私の負け？そんなはずはない。お前はもう絶対許さん。次は、圧迫面接だ。なんなんだよこれ。次もこの人との対戦です。特性を手に入れた。今度は特性を保険に変えてみましょう。特性、保険、効果抜群のダメージを受けると攻撃力がぐぐんと上がる。ようこそ、圧迫面接へ。君に負けてから。私は一睡もしてない。では、始めようか。圧迫面接が始まりました。どんだけ恨まれてんだよ。最初の言葉は、そから始まる単語、なら、これでいいですね。それ一番最初に連想する言葉ソーセージなのかよ。ソーセージ、体力が回復した。人体、効果は抜群だ。急所に当たった。面接官からもらった特性がいきなり役立ちました。人体タイプはいろんなタイプが弱点になってるぜ。攻撃力が 2.5 倍になったので、一撃で落としますよ。痛い、効果は抜群だ。勝ったぞー。私の負けだ。みっともない、暴言まで吐いた。許してくれ。